1月21日土曜日の全国の天気をお伝えします。北日本を中心に冬型の気圧配置となります。午前中は北陸から北の日本海側のエリアで強まる雪や風に注意が必要です。視界不良となる恐れもありますので、お車の運転などは十分な注意が必要です。一方で東日本から西日本太平洋側は日差しの届くところが多くなります。お出かけも問題のない天気です。ただ寒気の影響を受け気温が上がりにくくなります。東京の予想最高気温は9度、大阪では8度となっています。一日を通ししっかりと寒さ対策を行いましょう。詳しい情報はアプリウェザーニュースからもご覧いただけます。